1998年10月、K の規格改正に伴い登場した2代目ワゴン R。 このモデルでは初代が先鞭をつけた K のハイトールコンセプトこそ変わらぬものの、ターボエンジンを搭載したスポーティーシリーズの WR が追加されたことが話題を呼んだ。2代目のデザインは従来型をベースに角を丸めてソフトなトーンを強めた印象。ほぼ真四角だったヘッドライトは少し横長になり、フェンダーにはフレアがついた。サイズは新規格に合わせ FF で全長が 3395mm、 全幅が 1475mm とかなり拡大された。伸びでいうと 100mm 長く 80mm 広くなっている。当然衝突安全性は大幅に上がっており、リッターカーに追いついたという声もあった。肝心の WR だが、外観上の大きな特徴は大きく開けられたフロントグリルとボンネットのエアインテーク、そして丸め二灯式のフォグランプだ。この変更により、それまでの優等生的な顔立ちは一気にワイルドな風貌に生まれ変わった。エンジンはもちろんターボユニット、 658cc の直三という部分は変わらないが、ヘッドが SOHC から DOHC になり、最高出力は64馬力を確保。しかも低中速トルクを重視した扱いやすさも備えている。グレード構成はシンプルな WR と装備が充実した WRF の2種類。ギアボックスは5速マニュアルと4速オートマチックから選べ、駆動方式も FF と 4WD がある。サスペンションはフロントがストラット、リアがアイソレーテッドトレーリングリンクで、形式は旧型と同じ。しかし取り付け剛性やアーム調などは大幅に見直されている。強化ダンパーとコイルバネが組み付けられ、車高も10ミリ低められていたことも WR の特徴である。